乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織によるマコーロ爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコーロ。駅からは市街地の裏道を抜けている。マコーロ内に入っちまえばあとは1番と同じ。魔鋼溜まりを目指す。派手ドカンとかましてやるぜ。 JC とエッジの分まで俺らでやり遂げる。固まってると目立つか。お前らはここにいる。クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでもう擁護するのか。いい迷惑だアバランチなんて。ああ？爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。マコーロを止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。ふん、あんたはどっしり構えてろ。じゃ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 んじゃ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 じゃんだ。文句はないんだろ。ティファはどうした？ほったらかしにすんじゃねえ。臨時 ID スキャニング中です。なんだ、どうして？非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらをお願い。任せろ。車両のスイッチを起動。とにかく前の車両に。助け止まんじゃねえ。
助かりてえならとっとと行け。はい、クラウド、車両の副システムを起動する。まもなくこの車両は確認されます。急げよ。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 接者3名の確認確認相当ページに。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。行けるか。大丈夫。行くぞ。限界を超えるか。やめなさい。どうだ。きっとバレットだよ。ありがとね。降りるとき平気だ。軽かった。もう何それ。ガッハ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 。愉快痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。じゃん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 。
ゃちゃーってなもんよ。追っ手は振り切れたかな。余裕。場所の確認してさっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。いいまで、ね、ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらない。行けるぜ。行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではします。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと。それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。うん、はっ。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。目印はシンラの犬の絵だ。壁、気にしとこう。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に5番魔航路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方向。ぶっ潰してやる。死ぬ。キス。死ぬめ。見かける。貫く。追い打ちだ。航路は青信号の先だぜ。ミックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。うん、狙うぜ。ほら、地方で組んでくる。
あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E 区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。
またシンナの犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを忠犬だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出すぜ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員基地だぞ。貴様らの行動は全て把握してる。どけ。いい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビッグスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進め。どういう意味だそれ。使われてない場所だよね。違ったか。スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。ん？離れろ。俺の出番だな。
塔を破壊する。丸裸にするぞ。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。ポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハ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 。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってるぞ。せめえ。大丈夫？一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ五番マコールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マコールの柱だ。道順は？プラン E の次は F。
GH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。 G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。もう行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。下が丸見えじゃねえか。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外ずぶてえなお前ら。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてるか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだ。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってスラムを照らすライトの。そいつを消せば扉が。でも太陽が消えたら困るよね。魔鉱炉をぶっ壊したらどっちにしたって。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだ。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとうクラウド。これで G までは達成だな。あとは魔鉱炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。こっちも電力不足だし。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろ。チッ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのところモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。死んだと魔鉱のせいってな。
一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔航路は H の先。ああ。でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪く、あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけだね。やばいのは全部スラムに垂れ流しよ。まだこの調子でいくぞ。次は勝とう。行けそう。マジか。渡り切ったね。はあ、寿命縮んだぜ。はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト。うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよ。 H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なんです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。神羅に照らされる未来なんざ、お先真っ暗に決まってな。過ぎるな。狙っちゃう。右っ、ドカーン。いや、畳みかける。終わりだ。混ぜる。いや、蹴散らす。はい、
ったよ、スイッチ。サクッと消しちまうか。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。くっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔鋼炉へ向かう。侵入者発見、相当モードへ移行します。中距離射撃隊。おう、あいつらは俺に任しとけ。とっておきだ。当然の結果だ。通路が動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。無駄なことを。楽勝ってか。待ってました。俺がやる。行けんだろ。引き受け。どけどけ。よっしゃ。落ち着いていけ。逃がさねえぞ。邪魔ねえな。逃げに行くぜ。たたきに飲めってやら。はい、この、あっ、そんなもんよ。うっ、進むぞ。これで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動くそうだよ。太陽なんて本物が一つありゃ十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。相当モードへ行こう。電力溜まってみろ。そっちは任せる。私に任せる。ソーラー気をつけてね。俺の見せ場だ。ソーラー、いけんだろ。やった。くよ、止めた。次もこの調子。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。Yeah.
刻む。行くぞ。連携しよう。頑張るね。切り替えよう。あっ、撃ち抜く。そこ沈め。当てる。決めてく。そこ覚悟して。ビリビリだ。崩れた。畳みかける。はい、しまった。どうしよう。見切った。さあ、どうだ。当てる。チャンスだよ。私に任せて。頼りにしてる。おう、引き込んどけ。そのままへばってな。沈め。わっ、じゃあね。くっ、どけどけ。はい、おう、まだまだ。こっちだな。さあ、そこ当てる。こんなところかな。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやるのが一番の重要だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。ビッグスとの合流場所は魔法炉へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ、魔法炉。何してんだ、おい。遠慮はいらない。そりゃ楽しそうだ。落ち着いていけ。頑張る。邪魔見やがれ。どけどけ。
わけがねえ。バレットってば。ロック解除、アクセスを出す。行くぞ。なんだ？電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。へっ、あばよ鉄くずめろ。魔航路か。暗くていい規制。星の命が削られた場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。そんなもんかよ。どうして、はあ、この程度見てろよ。はあ、どけどけ。この程度か。わっしゃ、どうだろうな。やり過ごすぞ。気合い入れてけ。下がっていろ。邪魔だ。刻む。邪魔っこいな。ここまで。そこだ。でも来い。この。いかい。まだ。行かない。当てる。まだまだ。よし。よし、やっちゃおう。頼られちゃうな。くっ。狙うぜ。くっ。後ろへ。この程度起きて起きだ。どんなもんよ。邪魔見やがれ。ミックスとのランデブーポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。緊張してたみたい。これは俺も慣れねえ。コウさん。てか、クラウド。ジェシーとウェッジは。どんな感じだ。は
犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行き来に乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。そうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。